そういえばリンウェルのやつ、いつの間にかティオハリムにも普通に接するようになったよな。ああ、海岸で一緒に俺を探しに来てくれた時は正直驚いた。あれは仕方なくだよ。最初あの村の人たちの警戒っぷりったらすごかったから。アウメドラのことはまだいろいろあるけど、でもダナだからレナだからってだけで決めつけたくない、そう思えるようになりたいって思うようになったから。そうか、体を張った甲斐があったなロ。まあな。よかったですねティオハリム。まあ痛くない腹を探られるよりはいい。あ、でもティオハリムって回りくどい言い方するからそこは嫌かも。それは種族とは関係ない性格の問題だぞ。あ、そっか、じゃあしょうがないね。チウを。
で新しい武器作れないかな。間近で滝を見たのなんて初めてだ。全身で浴びたら爽快だろうな。構わんが、おそらく水圧でぺっちゃんこだ。成果が出たぜ。もう少しだ。やるぞ。ロックブレイク。
まだ伸びしろがあったようだ。ウルルがお腹すいたって。さっき腹を鳴らしてたのはお前だろ。お手並み拝見。行こう。死ぬられそうせよ。狙いだ。そこまでだ。超レンガ弾。合流レンガ弾。冷静に。私が援護する。合流レンガ弾。レンガ弾。この国は忘れず帰る。では一石儲けてもらおうか。いつわかった。考えておくよ。逃走なんて俺には関係ねえ。あとちょっとだよ。敵に回したくないな。サビッと蹴りつけようぜ。今日は少しも気を抜かないぞ。なんで俺だけ。合流連携だ。早くの前に。報酬自覚せ。させないから。合流警察。合流連携だ。あいつなんか正直。今日連携だよ。いけそうだ。諦めて。来れ。いけるぞ。ライバル。特訓の成果が出たぜ。強くなりすぎたのかもしれない。いいことだろう。乗ってこいよ。シンゴお願い。どういうことだ。大丈夫。エアプレッシャー。お嬢連携してる。かわいいけど、あざっこなんですね。雲も枯れすぎだろ。終わりだ。任せたまえ。交流連歌さん、やるよ。ごはん注文し。いい連携だったな。演舞曲といったところか。これでみんなの力になれるかな。
回復頼む。残念ながら燃料切れだ。これでセット。増強だな。武具だね。あとどのくらい？まだ半分も過ぎてないと思うぞ。頑張れ。攻撃あるのに。試してみるか。いやいや、遠慮しときます。
装備は見直したか。気をつけろ、何かいる。こいつはすんなり通してくれそうにないな。足場に気をつけろ、落ちたら一巻の終わりだ。通りたいだけなんだ。邪魔しないで。無駄だ、こいつ俺たちを餌としか思っちゃいない。だったら逆に平らげてやる。ここで足止めされてたまるか。ダダダ、そういう連携だ。優勝を攻めるのが上策だ。俺に任せてくれ。変われよ天然天結レイダー。素晴らしい奏だ。音やめる中切り裂け。ダイバーク、すまない、私は彼女に羽が光ってる。やべえのが来そうだ。継承を妨害された。何か食らった。おい大丈夫か。すさまじい火力だな。やれ、正面は危険です。まずは叩けやめ。こういう演歌だ。
あんなのがいて、よくティスビムの連中は通り抜けられたもんだな。たどり着けなかった人もたくさんいたのかもしれない。じゃあ少しは通りやすくなったかな。いや、こんな道を一人でも使わなきゃならない人がいる限り、本当の解決とは言えない。本当の解決はボルラーンを倒し、スルドブリガを終わらせた時。そうだよな。余計な時間を食った。シオンが待ってる。いそう。ちょっと牧場の様子を見ねえか。黙々と登らないと心が先に疲れるぞ。上も下も見てる余裕なんてねえよ。ここで落ちればズーグルを喜ばせるだけだな。ズーグルが喜ぶ？なんでだ。餌が空から降ってくるのだ。恵み以外の何でもあるまい。餌ロウ、こういう時にあの人の話は聞かない方がいい。行く前に言ってくれよ。落ちたら一巻の終わりなのは間違いないな。みんなフルルみたいに飛べたらいいのに。きっとティスビムにたどり着けなかった人だって。ブルー、俺たちは落ちるわけにはいかない。シオンが待ってるんだ。先に進もう。
破するぞ。報酬近く。高いな。どうやら登りきれたな。やっとか。膝が笑いだ寸前だぜ。見て、あそこ。あれがペレギオン、ヴォルラーンの都か。あそこにシオンがいるんだな。おそらくは。おそらく可能性の話だ。要するにペレギオンに向かうってことでいいんだよね。何か知っておいた方がいい情報はあるか。ない。ない。ガナス・ハロスとは皆輪の城塞を指す。今さらそんな知識に用はあるまい。それはそうだが、何かあるだろう。ボルラン就任以来この国の頼りのなさは有名でね。いずれにせよ、あのボルランの牙城だ。どれだけ用心しても十分ということはあるまい。となると遠さの問題はどうやって入り込むかですね。抜け穴なんてないよね。引き返す道はないんだ。裏口がないなら正面から行くしかない。ボルラーンは俺に追ってこいと言った。ならそれに応えてやるまでだ。水の国とはいえ、シオン無事だといいけど。口に出すと余計不安が増すぞ、リンベル。ごめん。でもやっぱり気になるよ。どうしてボルラーンはシオンをさらったのかな。アウメドラの船での奴の物言いからは、本来の目的はアルフェンにあると見えたが、前に一度シオンはあの男に傷を負わせた。あるいはそれで興味を覚えたのかもしれん。うん、あいつ傷を受けた時も茨に触れた時もどこか楽しそうだった。普通じゃないよ。変なことされてなきゃいいけどな。変なことって。変なこと言わないでよ。いや、だって心配になるだろ。だからってそんな。二人ともその辺にしておけ。アルフェンは黙って耐えているんだ。あ、悪い。
見覚えがある。リメル、ちょっと話そう。まだ寝ないんだ。あまり早寝する習慣がないんだ。奴隷時代は眠るのが嫌だった。寝るってことはまた次の一日が始まるってことだったからな。ごめん。そういうリンウェルはどんな暮らしをしてたんだ。魔法使いの一族だったんだろう。やっぱり何をするのも魔法だったのか。違うよ、全然そんなんじゃない。むしろ使っちゃいけなかったくらい。いつ誰に気づかれるかもわからなかったから。そうか、おとぎ話みたいにはいかないんだな。その代わり毎日勉強はすっごくさせられた。変な話だよね、そのせいで迫害されてきたのに。一族みんなずっとそうしてきたんだって。どのくらい昔からそうしてたのかわからないけど。俺が覚えている限りでは、魔法使いのことはすでに300年前、それこそおとぎ話扱いだった。レナ人が来る前から迫害されてたんだろう。うん、でも考えたらどうしてなのかな。レナ人は精霊術でダナを支配したのに、魔法使いはなんでダナを支配しなかったんだろう。やろうとしたけど数が少なくてできなかったか、それともそんな気になれなかったのか。リンウェルはそうなってたらって思うか。思いたくない。どうして魔法だけが迫害されたんだろうな。剣だって人を支配する道具なのに。多分剣と違って勉強だけじゃどうしようもないからだと思う。血筋じゃないとダメってことか。手が届かないものは理解できない。理解できないから怖い。だから迫害する。だとしたら、悪いのは魔法じゃない。うん。ウルル、何かあったら呼んでね。もうちょっと寝たい。もたもたし。シオンに怒られないようにしないとな。オルフェン？いつもそこにいて励ましたり注意してくれた、うん、いるのが当たり前だったんだ。連携だったな。演武局といったところか。交流連携だ。
締めていこう。
止められねえぜ。レシピの食材が揃ったぜ。じゃあ料理のお願いね。無作法が過ぎるな。報酬違ってじ闇で捕らえ、光で刺す。私たちにしかできない技だね。突破するぞ。昇竜連合さん、この人生となる。お手上げ、嵐に飲まれろ。いい連携だった。演武局といったところか。勝てたか。やってやる。恵みの光、動きを封じてやろう。演武局といったところか。俺の真骨だ。全力でいけそうだ。どこだ。ちゃうぞ。今の技面白いな。だろ、アルフェには無理だろうけど。相手を一陣では左足を突き出し、右腕の角度は
水面にて生えては消えゆくガナスハロス。実は大したこと言ってねえわ。なさそうな相手だな。この頃ついているみたいだ。作法やすぎるな。連携だった。演武局といったところか。輝き照らせ。
まだ伸びしろがあったような。今見えただろう。いい風が吹いているな。さて、魚はと。これはもしかして。お見事だ。魚相手でも頼りになる。生きが良さそうだ。次こそは。なかなか珍しいのが釣れたな。すごいよ、こんなのが釣れるなんて。まあ、こんなものか。
やっぱり手際がいいな。次こそは。よし。次はもっと大きいのを釣りたいものだ。せっかく釣ったんだし、もう少し喜ぼうぜ。次はもっと大きいのを釣りたいものだ。せっかく釣ったんだし、もう少し喜ぼうぜ。まあこんなものか。手慣れたものだな。作戦変更だ。と、他のところを狙ってみよう。他のところを狙ってみよう。いや、この大きさでは少し物足りないな。釣りでも理想が高いんだな。楽にはいかなそうだな。合流連合だ。止める。
この頃ついているみたいだ。拝見と行こう。報酬地学で変わってるか。恵みの光よ、昇竜連結だ。私が止めるよ。現代鉄血だ。バラバラにしてやる。クダレンガだ。叩き攻め。逃げるぞ。やっと昇竜だ。この余裕は開けるぞ。昇竜連結だ。行けるぞ。リュウハイム。後半エモジ。いい連携だったな。演武局といったところか。終わりだ。やったな、アルフェ。ああ、これからも頼むぞ。そろそろ牧場の動物たちが戻ったかも。腹だけでなく心も満たす絶品の完成だ。キサラ、少し話をしたい。見張りは任せておけ。忘れ物はないか？いよいよだ。みんな油断するなよ。正面か。止まれ。
ダナのアルフェンとその一味か。なぜそう思う。お前たち以外にここを訪れる予定はなく、ガナスハロスに予定外は存在しない。もう一度問う。ダナのアルフェンとその一味か。そうだ。ならば通れ。スルド・ボルラーンが居城、デル・ワリスに向かえ。なるほど、我々は招かれている立場だったな。これからどうする。まずは町の様子を調べよう。それから城だ。人影がないな。ダナの奴隷どころかレナ兵すらいないとはどういうわけだ。なんだろうこの変な感じ。敵がどこに潜んでいるかもわからないんだ。変な感じは当然だろう。違うよ、そういうのじゃなくて。あの奥に見えるのがスルドの城だろう。このまま町を突っ切るかね。さっきの兵士はそうしろと言ったな。だが問題はシオンがどこに。そうか。うまく言えないけど、この町人が暮らしている感じがしないんだ。言われてみればそうだな。妙に作り物めいているというか、レナ人の区画なのか。いくらなんでも広すぎるだろう。ダナ人だよな。普通じゃなかったよ。まさかここでもヘルガイの果実を。それにしては聞き分け良さそうに見えた。精霊力の漏出は感じたか。それは確かに感じなかったけど。でもそれじゃあ一体。そういえば見張りの装甲兵もいなかったな。城の方に向かったな。あの船、何か嫌な感じがしてる。あの船に乗ってた連中、何だったんだろうな。わからない。ここで奴隷にされているダナ人だとは思うが、この町、今までのどの主婦よりも立派だけど。ああ、建物といい人間といい、なんていうか異質だ。町を見れば滑る者の性格も見て取れる。そう思っていたが、どうにも不気味だな。見た目の異様にもかかわらず、印象はむしろ廃墟の方がまだ近い。あの船を追いかけてみよう。
何か話が聞けるかもしれない。これだけ大きな町なのに、まるで気配がない。ダナもレナも一体どこにいるんだ。相変わらず人影がない。この先はもう城しかないみたいだ。ダメだ、行き止まりだ。壊すにせよ乗り越えるにせよ、少々骨が折れそうだな。これは見たところ城に続く道はここだけだ。柵を動かす仕掛けがどこかに。何？今度は何が始まったの？おい、あれ！呼んでいるって、ボルランガか？今のは挑発だ。わざわざ我々、いや、アルフェンに見せつけるための。シオンをさらい、人々を犠牲にして、俺一人を呼ぶのに、こんな真似をする必要がどこにある！答えろ、ボルラン！お前のせいではない、アルフェン。断じて。ああ。分かってる。俺の手は汚れている。それでも奴を止めるため、俺は進む。行こう。やはり、さっきの人々は。ああ、なんてことしやがる。
我々はそういう男を相手にしている。肝に銘じておくことだ。あの船に乗ってた人たち、自分がどうなるか分かってたのかな。そうは見えなかった。ただただ言われるままという感じだった。言われるままボルラーニってことだよな。ずっと支配されて、言われるまま命を差し出して、そんな死に方をするために生まれてきたの？そんなのって、奪われるのが奴隷なら、あれこそ究極の奴隷の姿だ。あれを敷いた奴を俺は絶対に許さない。それにしても、ヴォルランはどうやって奴隷を操っているのだ。ヘルガイの果実ではないのだとすると、脅されているようにも見えなかったぜ。もっと上の空って感じだった。何か別の薬という可能性もあるが、おそらく違う。進んでヴォルランに従っているってこと？どうして？最も強固に支配を支えるのは忠誠だ。忠誠が行き着くところまで行くと、主のためなら己の命を捨てることも厭わなくなる。それを自分の意志と見るか、操られていると見るかはともかく。命まで？そんなことがあり得るのですか？現に見た通りだ。それに以前の君ならどうだ。もし私が最もらしい理由で死を申し付けていたら。テュオハリム、またやってしまったか。すまない。あなたの言う通りです。でもあなたはそんなことはしなかった。大抵のスルドは人の心を縛る術に長けているものだ。苦痛、恐怖、方法はいろいろある。恐怖？この分じゃこの国に抵抗組織なんて残っちゃなさそうだな。待て、様子がおかしい。助けに来たぞ。もう大丈夫だ。私は一人、クロエ、助けて。いや、シオン。嘘。止める。だから目を覚ませ、シオン。地
俺が触れるのを拒んだから。そうだろう。しよう。お前は一人じゃない。ローもリンウェルもいる。キサラもティオハリムも俺も。終わらせましょう。もう一度あなたに託すわ。行こう。決着をつけよう。私がいない間、何を…ずっと会いたかった。アルフェン…でも、そのせいで、あなたが…シオンの心に触れることができたんだ。安いもんさ、この痛み。なんならご褒美と言ったっていい。何それ。痛すぎて、
どうかしちゃったんじゃないの？ひどいな。なんか二人ともちょっと。やっと会えたんだから嬉しくて当然じゃねえの？そうなんだけど、別にいいんだけど。それぞれに合ったあり方がある。これはこれで良きかな。多少は周りの目を意識してほしいですが。ありがとう。300年前のレネギス、お、レナス・アルマ。そう、そうだったのね。あなたもたくさんのものを追っていた。お互い様だ。あなたが私だと思っていたのはネビリという人だったのね。私はその人の子孫なのかしら。かもしれない。そのくらいそっくりだ。それにしてもシオンのことといい、奴隷の扱いといい、えげつないことこの上なしだな。セルドってのはあったく、まこともって宦官の至りだ。あ、いや、その、あ、悪い、そういう意味じゃ。あの茨の暴走はヴォルランが仕組んだものだったのでしょうか。どうだろうな。餌としてなら誘拐だけで十分。たまたま使えると踏んだだけではないか。茨のことは置くとしても、人質として手元に置いた方が効果的だったように思えますが。アルフェンをただ排除したいだけなら直接襲えば済む話だ。ボルラーンにはそれだけの力がある。それをしなかったのは少しでもアルフェンを苦しめるためではないかと思う。なんで、なんでボルラーンはそんなにアルフェンを憎むの？ダナ解放の先頭に立っているから。あるいはな。ただボルラーンならずとも、スルドブリガを真剣に争っている身にすれば、勝者の王がすでに存在するのは面白くあるまい。ちなみに彼と面識は？みんなと一緒に遭遇した時しかない。結局謎だらけってことだよね。別にあの野郎をぶちのめすってことは変わらないだろ。単純でいいね、ローは。シオンから出たあれ、茨の。それにしてもシオンのこと、一時はどうなるかと思ったぜ。でもよかったよ、本当。アルフェンもだが、シオンは大丈夫か？おかしなことはされなかったか？あれから何も覚えていないの。あの時アルフェンに痛みが戻った時、昔を思い出した。誰もが私に怯えていた頃、それで暗闇が湧き上がって私を包んで、私は何も見えなくなって、一人ぼっちで。シオン。大丈夫だ、もう大丈夫だ。俺たちはここにいる。もう一人にはしない。ありがとう。